こんにちは八千尾塗りキリスト教会の牧師吉原学です今日は9月の18日ヘブル人への手紙10章の1節から10節人類の救いを完成させたイエスの自発的な従順というテーマで見ていきたいと思います今日も主の御言葉に導かれて一日を始めてまいりましょう ヘブル人への手紙、十章、一節から十節立法には、来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから立法は、年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を、完全にすることができません。それができたのなら、 礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろ、これらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛と親父の血は罪を除くことができないからです。ですからキリストは、この世界に来てこう言われました。 あなたは、生贄にえや捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。善将の捧げ物や、罪の清めの捧げ物を、あなたは、お喜びにはなりませんでした。その時、私は申しました。今、私はここに来ております。巻物の書に、私のことが書いてあります。神よ。 あなたの見心を行うために。以上の通り、キリストは、あなたは、いけにえや捧げ物、善少の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち、立法に従って捧げられる、いろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでした。と言い,い、それから今、 私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました第二のものを立てるために初めのものを廃止されるのですこの御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされています今日のテーマは従順にあります すべての信仰者の道というものは御言葉を聞くというその従順から始まりそして御言葉を行うものとなっていくときに身を結ぶということですイエス様の従順によって私たちの救いは完成されました私たち一人一人はイエス・キリストの従順の身であるというふうに言うことができます一つの従順が救いにつながる ことがあるんだということをですね考えるならば私たちの従順の意味というものは変わってきます今日私たち一人一人の神への従順によって神の救いと御国がこの地に成し遂げられることを主の皆によって祈っていきたいと思いますまず1節から4節を共に読みたいと思います立法には来たるべき良きものの影はあってもその実物はありません ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じいけにえによってそれができたのなら礼拝する人たちは一度で清められてもはや罪を意識することがなくなるので生贄を捧げることころがむしろこれらのいけにえによって罪が年ごとに思い出されるのです。 オウシと親ヤの血は罪を除くことができないからです今日まず一番初めに立法によっては救いを完成することができないということを言っています一節で立法は後に来るものの影であって実物ではないというふうに言っています影には役割がありますそれは必ずその実態そして本物があるということを表しています 小さい時に「影踏み」というです、ね、遊びをしたかもしれませんけれども影を踏まれた者があ鬼になるんですね、えー、影自体はですね、えー、踏まれても痛くないんですけども何か自分自身が踏まれたようなです、ね、思いになって、えー、嫌な思いをしたことがありますけれども影は実体ではないんですね。法法は後にに来る良き者イエス・スキリストの影でしたななぜなら立法自体に 人を救う力がないからです立法は人々に罪を示すことはしましまたそして人間が救いが必要な罪人であるということを示すことはしたんですけれどもつまり立法の役割は人に罪を示すまでであって救いの実物である。 イエス・キリストに人々を導くことこそが律法の役割であったというふうに言うことができますガラテヤ人への手紙3章の24節をお読みしますこうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりましたそれは私たちが信仰によって義と認められるためですそしてここで大事なポイントは2節で立法においては人々が 生贄を捧げても、罪を清めても、罪の意識が残ったということであります。つまり、生贄を捧げるたびに、在籍感というものが増し、加わっていったということです。しかし、イエス・キリストの生贄は、私たちの罪を取り除いて、私たちを責める。その在籍感からも、自由にし、解放してくださるということです。 ガラテヤ人トの手紙5章の1節をお読みしますキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい罪から来るその在責感が皆さんにあるでしょうか罪から来る重荷のすべてをイエスキリストが背負い取り除いてくださいました 私たちはもはや罪の奴隷ではなく自由の身となりましたイエス様によって罪の赦しと自由をですね宣言して生きる一人一人となることを祝福しますそれでは本文の5節から7節をお読みしますですからキリストはこの世界に来てこう言われましたあなたは生贄や捧げ物を表にならないで私に体を備えてくださいました 禅唱の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神をあなたの御心を行うために。御心に従順することがいけにえに勝ると言っています。このの御言葉は 四十篇の引用でありますダビデは主が罪のための生贄や捧げ物を求めなかったというふうに言っていますそれに対してダビデは見心を行うことを喜びとし主の教えが心にあると言っていますダビデは知っていましたイスラエルが幾万の生贄を捧げたとしてもその心が神にないとするならば 心が神から離れているとするならば主は悲しまれるということでありますサウルがアマレクの戦いで清潔しなさいというその命令に従わず自分の思いで生贄を捧げたときに彼は王座から退くようになりましたサムエル記第一の15章の22節を読みしますするとサムエルは言った主は主の見声に聞き従うことほどに 全唱の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか身を聞き従うことは生贄にに勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝る主が今日私たち一人一人に願っていることも私たちの捧げものではありません心から捧げる従順であります主は従順の生贄を受け取ってくださいます今日主に 従順の心を捧げる。誠の礼拝者となることを。主の皆によって。祝福します。それでは本文の八節から十節を読みたいと思います。以上の通りキリストは。 「あなたは生贄や捧げ物全唱の捧げ物や罪の清めの捧げ物すなわち立法に従って捧げられるいろいろなものを望まずまたそれらをお喜びになりませんでした」と言いそれから今私はあなたの見心を行うために来ましたと言われました。第二のもののののももををてるるために初めにのの廃止されるのです この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。三つ目に御心に沿って自らを捧げることが真の礼拝であるというふうに教えています。イエス様は父の御心を行うためにこの世に来られました。父の御心とはイエス・キリストの完全な生贄の捧げ物によって、 神の義を満足させるためでしたそれは私たちがイエス様の十字架の血潮で罪が覆われ私たちが神の義なる存在へと生まれ変わることにあったのです私たちは未だに罪深いものですが弱さもまた足りなさもですねあ,るありますけれどもイエス様によって今義の衣を着せられ主の恵みの御座の前に 大胆に歩むことができるものとなりましたその時に私たちの資格ではなくただイエス様の血潮によって自分自身を生きた捧げ物として捧げる礼拝者となったのであります主はこの罪人の礼拝を受け取ってくださいますローマ人への手紙十二章の一節を読みしますそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえに あなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝です私たちは神の憐れみのゆえに今自らを清い生きた捧げ物として捧げることができるものとなりました今日主への従順のに贄をもって主の前に歩み自らを主への 生きた備え物として捧げる真の礼拝者として生きる一日となることを祈っていきましょうお祈りします私たちはイエス様の従順によって救われました従順の信仰によって身を結ぶものとなることができるように祝福してください私たちの救いをなし十字架にかかられ復活し私たちを神の人へと作り変えてくださる イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン